今週は子ども未来テレビウィーク、ミヤギテレビでは明日を作る子どもたちを応援します、はい、さあテーマは夢。宮城県内の小中学生からご応募いただいた素敵な夢を全力で応援します。オーバンですでも毎日皆さんの輝く夢を叶えるお手伝いをしていきますよ。さあ今日はみのりさんです。はい、今回夢のお手伝いをしてきたのは小学2年生の熊田圭君の夢です。世界一おいしいラーメンを作ってお父さんに食べさせたいということで、さて一体どんなラーメンを作ることができたのかご覧ください。2年生熊田圭、ラーメン大好きです。こちらが今回番組に夢を送ってくれた熊田圭君。とにかくラーメンが大好き。これまで様々なラーメンを食べてきたそうです。何食べるって言ったら下の子はラーメンっていう感じで、上の子はみたいな感じなので、もうそこから結構もう2つに分かれて、男組女組で分かれて、Kは主人とラーメンを2人で食べに行くっていう感じのスタイルになってます。そのため Kくんが大好きなラーメンを食べに連れて行ってくれるのはお父さん。いつしかラーメンを愛する者同士の固い絆が生まれました。お父さんと幼稚園の頃、初めてラーメン屋さんに食べに行った時に、美味しいからどうやって作るのかなって思って、世界一美味しいラーメンを作ってお父さんに食べた。でも K 君はまだ一度もラーメンを作ったことがありません。そこで今回は K 君が一番好きなラーメン店に協力をしてもらうことに。どこだろうね。どこだろう。結構ちなみにさ、今までお父さんといろんなラーメン屋さん行ったと思うんだけど、どんなラーメン屋さん行った？黒く。ラーメンはどんなラーメンだったの？細い麺。細い麺。じゃあ、ケイ君好きなやつだね。ケイ君、今回はラーメンを作る修行をしてもらおうかなと思ってます。はい。で、ケイ君の大好きな黒くに行って、黒くのお店の人にラーメンの作り方を教えてもらおうと思います。はい、頑張るぞ。それから数日後、K 君と待ち合わせ。 K 君、こんにちは、はじめまして。はじめまして。今日はこれからどこに行って何をするんだっけ？クロック屋さんに行ってラーメンを作る。やったー。どう？今の気持ちは？楽しみ。楽しみ。K 君が向かう黒くは、お父さんといろんなラーメン店に行った中でも一番好きだったお店。これまで何度も訪れたことがあります。お邪魔します。どう？実際にお店の中に入ってきて、ちょっとほら厨房も見てみて、どんな気持ちですか？今こうやって目の前にしてみて。早く作りたい。おお、いいね。もうやる気満々だね。今回この企画に賛同し協力をしてくれたのは、仙台黒くの店主青田源さん。 K 君の一日師匠としてラーメン作りを教えてくださいます。お願いします。はい、まあ、よろしくお願いします。 K 君が一番大好きなラーメンを考えて、そして生み出した黒くの青田さんです。よろしくお願いします。こんにちは、青田と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ケイ君、今日青田さんにいろいろ聞きたいことを考えてきてくれたんだよね。はい。ちょっとここでさ、一回聞いてみようか。どうしてクロクというお店の名前をつけたんですか？僕の名前が、元という字なんです。その字はね、中国で言うと黒いっていう意味がある漢字なの。で、その黒は職人さんみたいな言い方をする時もあるのね、その言葉はね。なので常に職人プロでいるようにしましょうっていうので、黒く、よりプロらしく、より黒くっていう意味で黒くっていうお名前にしました。ちょっと難しいかもしれないけど、これからもっと今からいっぱい教えるから、いろんなことも。はい、 OK。 はい。ここで K 君、嬉しいプレゼントをもらいます。なんと青田さんはお店のスタッフ T シャツを用意してくれていたんです。
こういうのどうかなと思ったんだけど、ここで修行するじゃない、修行してラーメン作れるようになったら、それをお家でさ食べてもらうっていうのがどう？ねえ、せっかく作るんだったらここで作って終わりじゃなくて、このまま食べさせたいなと思ってさ。ケイ君どう？お父さんたち喜んでくれるかな？ということで、ラーメン作りの修行スタート。いいですか？どうぞ来てください。こうやってお肉があったりとかもします。今ね、そこではねスープを作ってます。ボコボコ言ってるの見えるかな、はい、今ね白いスープを作ってます。で、あとはここで結構見たことあると思うけど、麺を入れて麺を茹でるところです。お兄さんたちがこうやってバシバシってやるでしょ、ここはねみんなから見える場所だから、そこ一番かっこいい場所、ね、一番大好きなラーメン店クロクの調理場に入り、大感動のケイ君。まずは手をしっかり洗ってきれいにします。これもラーメン作りではとっても大事なこと。今回の修行で教えてもらうのは、ケイ君が大好きな醤油ラーメン。まずはスープ作りからです。今日作るスープはひき肉で作ります。豚肉はね味がちょっと強いです。鶏肉は味が優しい、どっちも入れるから強くて優しいスープが作れます。じゃあ一つずつ、お湯が沸く前にお肉を鍋に入れていきます。これまで使ったことのない大きな鍋に、ケイ君ちょっと緊張気味。こうかな、こう持ってゆっくりいきますよ。そう、おお、ほら、オッケー。もう一個。よし、こんなに入りました。これまだ沸くまで時間がかかるから、ここで鍋の下に焦げつかないようにこうやって混ぜていきます。ほら、触ってるでしょ、触ってるのを両手でいいよ。こうやって、こうやって、いいね。めっちゃラーメン作ってるよ。お肉を入れた後、30分から40分火を入れていきます。スープができました。スープができたかどうかのチェックね。これがさっきのさ、全部ボロボロにしてくれたやつでしょ、うん、ここさ、食べてみて。ちょっと熱いよ。味しないでしょ、うん、味しないってことは、お肉の味がスープにもう全部移ったってこと、うん、だからこのお肉を全部取っていきます。その後、お肉を取り除き、網を通してスープをこしていきます、うん、ここでケイ君の意外な才能が。オッケー、はい、上手。なかなか片手でこれ持てないんですよ。あの柄がね、こうまっすぐじゃないから。あ、そっか、そうですね。そう、なかなか綺麗にすくえてるね。いいね。片手で持つって本当難しくて、こんだけ綺麗に作れるのは本当センスがある。ケイ君センスあって。何考えながらケイ君さ、それやってるの今？美味しくなる。ああ、いいね。その気持ちが大事だから、ラーメンを作るときは。じゃーん。こうして出来上がったのがケイ君の特製スープ。見た目も綺麗に透け通っています。ここにお醤油とかを入れていくと、ラーメンのスープになる。続いてケイ君が学んだのは卵。お家でも簡単に作る技を教えてもらいました。そしてここで休憩タイム。休憩タイムだ。いいね。チョコ。お菓子では何が一番好き？アイスクリーム。ああ、アイスいいね。でもさ、こういうもちろんお店の厨房入ったのって初めて。うん、雰囲気が違かった。違かった？ね、あとまだこれから後半戦あるけど、うん、頑張れる、うん、よし、じゃあ後半戦も頑張ろうね。はい。じゃーん、これがね、まだ麺になる前です。どう、うん、これはね、麺の帯って書いて麺帯って呼びます。こっからみんなこう切っていく感じに。お蕎麦屋さんとかで見たことあるかな、なんかこう切っていくのね、うん、それと同じことをするからね、うん、
よいしょ。次の修行は麺切り。ケイ君の大好きな黒くの細い麺を目指します。よし、いけ。よし、オッケー。せーの。よし。結構力いるでしょ。うん、ね、よし。お、慣れてきたね。せーの。よし。オッケー。息が合ってきたね。いいね。よいしょ。ということで、これで麺の完成です。すごいね、これ一人前だよ、これで。ついに麺とスープが完成。これを使い、試作品を作ってみることに。プロはこうやって取って、いくよ。持ってみて。どうですか、硬さは。柔らかい。いい。よし、じゃあ麺をあげよう。そしたら、そう、ザバーン。チャーシューとネギと卵を入れてください。よし、じゃあ卵はこの辺にしようかな。こうして出来上がったのが、ケイ君特製の醤油ラーメン。早速、試食タイムです。どう？美味しい。美味しい。修行した後だから、僕らしか食べれないね。まかないだからね。まかないは美味しいからね。ずっと食べてるじゃん。あとはお家に帰って、お父さんにサプライズしなきゃいけないんだけど、どう？成功しそうかな。うん。ここからは、この完成したラーメンをお父さんに食べてもらうサプライズ作戦に。お店でケイ君が作った麺、スープ、そして具材などを家に運び、密かに準備を進めます。お母さんの協力で、お父さんとお姉ちゃんには外出をしてもらうことになりました。さあ、黒くからケイ君のお家に移動してきました。ケイ君、まず修行お疲れ様でした。ね、頑張ったね。いつも帰ってきたらさ、おかえりっていう感じ。うん、おかえりのところさ、いらっしゃいませにする。いいですね、確かに。それいいかもしれない。何みたいな。その後に何かじゃあつけようか。ラーメン作ったよ。お、食べてもらってどんな風になってほしい。世界一美味しいって言ってもらう。素敵。そうだね、感動しちゃうね。ラーメンがとにかく大好きな小学2年生、熊田圭君。夢はいつも一緒にラーメン店に連れて行ってくれるお父さんに、世界一美味しいラーメンを作り食べてもらうこと。優しさのお父さんね。続いては、修行の結果完成した醤油ラーメンをお父さんにサプライズで食べていただきます。美味しそう。おかえりのところさ、いらっしゃいませにする。その後に何かじゃあつけようか。ラーメン作ったよ。サプライズ方法も決まり、まずはキッチンでラーメンを提供する準備を進めます。ちなみに作戦会議の結果、お父さんが帰ったら、まずサプライズを明かし、その後ラーメンの調理を披露、最後に食べてもらうということに。お父さんの入れよう。ケイ君どう？今どんな気持ち？緊張。緊張する？今日一番なんか緊張してる顔してるかもしれない。楽しみだけどね。そうだね、喜んでくれるよきっと。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。え？ラーメン作ったよ。ラーメン。すごい。
お父さんへのサプライズです。世界一美味しいラーメンをいつもラーメンを食べに連れてってくれるお父さんに食べさせたいということで頑張って修行したんだよね。修行したの？どこで修行したんだっけ？黒子で、今回は黒子の青田さんに来ていただきまして、初めまして、いつも美味しく食べさせていただいてます。じゃあどうしよう、ケイ君、お父さんに食べさせてあげようか。作れる？作ろうか、うん、はい。ここからはケイ君が黒くで学んだことを披露する場、青田さんに協力をしてもらいながらお父さんに食べさせる醤油ラーメンを作っていきます。大丈夫？はい、美味しそう。おお、すごいね、よくできたね。すごいすごい。いつもラーメンを食べに連れて行ってくれるお父さんへの感謝を込めた、ケイ君が生まれて初めて振る舞う手作りの醤油ラーメン。お父さん、早速実食です。じゃあ、いただきます。お父さんも食べること。世界一美味しい、うん、すごい。ケイ君どうですか、お父さん言ってくれたね、うん、なんて言って欲しかったんだっけ、お父さんに、うん、世界一美味しいラーメン言ってくれたじゃん、うん、どう、嬉しい。小さい頃からあのラーメンが好きで、よく連れて行って一緒に食べたりしていて、まさかラーメンを作る立場になっているとは思わずびっくりしました。しかもこんなに美味しいラーメン作ってくれて、ちょっと泣きそうですね、感動です。この後熊岳ではケイ君が作ったラーメンをみんなで食べました。お母さんとお姉ちゃんも一緒に食べたため、ケイ君も嬉しそう。ケイ君、今日は大成功でした。みんな美味しいって言ってくれてよかったね。お父さんはいかがでしたか、今日一日。やっぱりこうお父さんのために、家族のためにっていうのをしっかり感じてたので、すごい一生懸命全部に対して本当真摯に向かってたところが僕はすごく印象的でした。すごく頑張ったね。よかったよ、かっこよかったよ。じゃあさ、ありがとうございました。お礼を言おうか。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。ケイ君も頑張った。お疲れ様です。すごかったぞ、本当に。サプライズ大成功。いや、よかったの。お父さん泣きそう。こっちも泣きそうだよ。ね、本当に感動しちゃいました。本当にお父さんが味わって食べている感じが、もう本当に噛み締めてましたね。あのお父さんはこうケイ君のことシャイだと思っていたそうなんですけれども、そんなケイ君が青田さんとラーメンを作る姿にすごくびっくりしていましたし、あとこう少し前まで幼かった息子がこうやってラーメンを、ね、作るということにびっくりしていましたね。お父さんのためにっていう、本当その気持ちがすごく伝わってきましたし、眼差しが本当に真剣そのもので、いや感動しちゃったね。お父さん、その黒くに行ってるなんて全く知らなかったよ。そうですね。いやいやいや、すごい。突然ね、お姉ちゃんと一緒に帰ってきて、このねシーンではこれはもう感動しちゃうよ。そしてケイ君なんですけれども、あの私もずっと修行中見ていたんですが、もうね長い時間でも集中力を切らさずに頑張っていて、もう本当にお父さんに美味しいラーメンを食べさせたいという思いがもうすごく伝わってきてね、グッとくるものがありました。まあこ
こうね憧れていた場所で初めてね生まれて初めてラーメンを作ったということで、ケイ君もこう言葉数は少ないながらもすごく興奮していて、はいはい、まあだろうね、すごく楽しそうに作っていました。素敵だったな、はいはい、ぜひですね今後も親子でラーメン愛を深めつつ素敵な成長を続けてください。そして青田さんもご協力いただいて本当にありがとうございました。